IKEA IKEA、IKEA イ,イ,イ,インターナショナルグループは、スウェーデン発祥で、ヨーロッパ、北米、アジアオセアニアなど世界各地に出店している、世界最大の家具量販店。世界的にブランドが浸透している。家具にはそれぞれスウェーデン語の名前がついていることが特徴。郊外に、IKEA ストアと呼ばれる、大規模な店舗を構える方法で展開している。 ロシア進出の際には、ドキュメンタリー映画が撮影された。2012年現在は、オランダ南部の都市ライデンを本拠地とする、財団法人スティッティングインカファウンデーション、創業者イングバル・カンプラードの創設した基金が、イケアグループ全体の親会社である、インカホールディングを所有している。製造部門の子会社である、サービス部門を統括する、イケアサービス、デザインや、 商品企画などを担当する IKEA オブ、スウェーデンほか各国の販売チャンネルなど多くの子会社を抱え、IKEA グループと呼称される企業体を形作っている。2011年の売上高は世界全体で250億ユーロに及び、従業員は世界各国で10万人を超える。しかし、世界のどの市場でも株式を公開しておらず、非常場を維持している。 カンプラードは、非常上企業のままでいることが、イケアの驚異的な成功の主因の一つになっている、として、今後も、非常上を維持するとしている。イケアは、インバー・コンプロット、エルムタレット、クガンナードの当時語である、インバー・コンプロット、イングバル・カンプラードは、創業者の名前、エルムタレットは、彼が育った農場の名称は、彼の出身地の都市名で、 スウェーデン南部のスモーランド地方、スモランドにある。イケアは、スウェーデン語では、イケア、あるいは、イケエアと発音されるが、日本語では、イケア、ドイツ語などでも、イケアと発音される。英語では、アイキーアと発音される。中国語の社名は、香港に先に出展したため、関東語に寄せた、ヨロシア家居、イーガーになっているが、中国語では、イージャーと発音する。 店内には以下のようなエリアがある。イケアでは商品の購買手順が日本における一般的な家具屋と一部異なる。まず、1のモデルルームで各商品が実際に部屋に置かれた状況を想像、把握した上で購買対象を絞り、商品番号を頼りに3の倉庫から希望する商品をピックアップしてレジへ向かう。配送以来は商品をレジに通した後で、 配送窓口に向かう。1943年17歳だったイングバルカンプラードが設立した雑貨店が元になっている。当時は需要があれば何でも取り扱う店であったが、1947年に地元の家具店と契約して格安販売を開始すると、これが大当たりし、1951年以降は完全に家具販売に集中する。 1953年に最初のショールームをオープン以後は順調に売上を伸ばしていたが、同業他社との深刻な価格競争に巻き込まれることになり、ライバルの圧力によって家具メーカーからの商品供給停止という深刻な状態となる。しかし、こうした事態をバネに自社で独自のデザイナーを抱え、企画、製造、販売まで全て賄う。 現在のイケアのスタイルを誕生させた。また、この際にイケアの特徴の一つであるフラットパック、分解された商品はできる限り薄く小さい梱包をされており、車のトランクに積んで簡単に持ち帰ることができるも誕生している。1963年からスウェーデン国外での積極的な展開を開始。ノルウェーを足がかりにしてスイス、フランス、ドイツ、 デンマークなどヨーロッパのほぼ全域、アメリカ合衆国やカナダ、日本にも出展した。流通や梱包、製造などのコストを徹底的に削減しながら、顧客のニーズに合わせた格安の組み立て式家具を販売し、その後ヨーロッパで絶大な人気を誇るようになっていく。中国やオーストラリアへも進出し、1993年には25カ国で100店舗を達成。 2008年4月現在で世界の36の国と地域に合計278店舗。そのうち24カ国246店舗が直営店となっている他はフランチャイズ方式。2011年には中国雲南省の昆明市にイケアのコンセプトを真似した偽イケアが登場している。2014年イケアが最低賃金を 時給10.76ドルまで引き上げることを発表した。これは17%の賃金上昇である。より高い給料は IKEA 社員への主要な投資であると IKEA 側は述べる。2015年に店舗のあるすべての国でインターネット通販を展開すると発表。アメリカ、ドイツ、イギリスなど欧米でオンラインサイトを展開し、日本では遅れて2017年4月に開始した。 日本においては、1972年、昭和47年に、愛知県名古屋市名駅にある、名鉄百貨店と東京都渋谷区にある東急、百貨店が、国内初の池屋導入を行った。当時、若い人を中心に人気があったが、値段が高かったことなどから業績が振るわず撤退した。百七十四年、昭和十九年に、大阪の三井物産資材部、湯川家具、 チトセ、現、アイリスチトセ及び、東急百貨店が、イケアスウェーデンとの契約の下、合弁会社、イケア日本株式会社を設立。第1店舗を、千葉県船橋市のローラースケート場跡、後日、現ララポート内、アクタスの場所へ移転に、第2店舗を、兵庫県神戸市名田区新在家の国道43号沿いの、イケアタウン6号、現、サザンモール6号そばに出店。 小売りは元より、卸売りも行っていた。しかし、1986年、昭和61年に、日本から撤退。イケア日本株式会社のメンバーは、イケア日本の閉鎖と同時に新会社、アクタスへと移った。後に2001年、平成13年に、日本再進出を決定し、2002年、平成14年7月に、日本法人、イケアジャパンを設立。 一号店、IKEA 船橋が2006年、平成18年4月24日に、千葉県船橋市にあった屋内スキー場、ララポートスキードームスソスの跡地の一部を利用して、オープンした。IKEA ストアオープンの恒例になっている、丸タカット、テープカットの代わりであるも行われた。その後、2008年にかけて、関東、関西地方に出店し、5店舗まで拡大した。なお、 当初一号店のオープンは2005年、平成17年9月を予定していたが、より迅速な在庫管理を行うために、中国上海に大規模物流センターを建設することとなり、延期になっていた。日本における物流センターは、千葉県八千代市にあるが、仮のものであった。候補地は、数多く上がっていたが、結局2006年、平成18年11月15日に、 愛知県八富市上野町の八富地区工業用地27ヘクタールを愛知県企業町より約100億円で購入し、翌2007年平成19年6月に着工。2008年平成20年10月1日にイケア八富物流センターとして創業開始した。当時店舗がなかった中部地方が選定された理由として、 既存店舗が存在する関東地方と関西地方の中間地点にあたること、また名古屋港の物流利便性などが決め手になったと伝えられる。2012年、平成24年には福岡市近郊の福岡県蓮谷郡新宮町に出店。2014年、平成26年には東京都立川市仙台市大白区に出店。2015年、 平成27年には、熊本市東区に出展。2017年、平成29年に、愛知県長久手市に出展。今後、広島市東区、群馬県前橋市、東京都渋谷区神宮前においても出展する予定。さらに、2020年までに、札幌市、関東、関西に、それぞれ1店舗ずつ新設し、14店舗体制とする計画となっている。 各店舗の詳細情報は公式サイト、お近くのイケアストアを参照。各店舗の電話番号は非公表である。電話での問い合わせはカスタマーサービスセンターのみとなる。2014年2月、札幌市に1店、関東と関西で各1店を出店し、2020年までに合計で14店の大型店を運営する計画を発表している。 2017年8月には、2020年に国内、大型店14店体制を目指し、小型店舗を含めて出店していく方針も明らかにした。本来、IKEA は客が自ら持ち帰り、設置し組み立てることを前提とした販売を行っていることもあり、家具の商品代金には配送料が一切含まれておらず、配送や設置、組み立て等のサービスは、 消極的であった。しかしながら、DIY の浸透度の低い日本において、過去に失敗している、経験上、船橋店オープン時には三菱電機ロジスティクスと、提携して、外釣りでの搬入や不要な家具の引き取りまで含め、付帯作業の充実した配送、設置、組み立てのサービスを用意した。1日に配送できる件数に上限があり、 混雑する日曜日の夕方ともなると翌週末の配送予約がいっぱいになってしまうことが短所として挙げられる。当初、一回あたりの配送量の上限が事実上なかったが、オープン時の大混雑も含めて、配送遅延や大量配送物の発生などで、配送サービスがまともに機能しなくなり、広北店オープン時の2006年、平成18年9月より、配送量に 最大3個までの上限が設けられ、4個以上はさらに別料金、また配送料金そのものも値上げされた。2015年9月現在の送料は配送地域、重量、個数で決まっていた。150kg 以下かつ20個以下までは固定料金であり、サイズに制限がないためベッドやソファーなどの大型家具の輸送費としては比較的安価である。また、 配送サービスの付帯作業として、梱包されていない商品、アウトレット商品などは、ベッド梱包料が必要となった。組み立てサービスは、近距離の配送に限定されている。吊り下げ、吊り上げと6 F 以上の階段での搬入人件費、玄関から先への搬入には、ベッド費用がかかる。2018年6月現在、SG ムービング株式会社による、 配送サービスが提供されており、メインエリア内は個数、重量制限なしで一律3000円、上記の付帯作業費用と購入日より15日目以降の配送と目置き量、クレーン車、ユニック車、キッチン時間指定サービスは別途必要。広北店ではオープン当初は組み立てサービス自体がなく、アウトレット商品の配送もできないなど際があったが、現在は 神戸店も含めて差は少ない。組み立てサービスの費用であるが、船橋店では商品価格の20%となっている。一方、広北店及び神戸店では警備、思考マネジメント、KSM により、商品ごとにパンフレットにて、思考価格例という形で費用が示されている。組み立てサービスの金額はあくまでも商品の組み立てのみに関するものであり、壁。 床、天井などへの固定については別途もしくは含まれない。2014年11月1日より、イケアファミリー会員限定で、福岡新宮店に限り、福岡県内全域、2015年1月からは、九州全域に拡大を対象とした、メールショッピングサービスを開始した、ただし、商品代金に加え配送料金と、商品ピックアップ代行費用がかかる。 インターネット版カタログは早くから用意された一方、ネット販売は長らく行っていなかったが、2017年4月からネット通販、イケアオンラインストアのサービスを開始し、商品注文時に自宅への商品配送と店舗で商品を受け取れるサービス、クリックコレクトを提供している。なお、ネット通販の開始前は配送サービスも店頭で購入した商品が対象となるため、 ウェブ上には購入代行業者が多数存在していた。公式ウェブサイトに IKEA と類似のブランド表示による通信販売サイトは IKEA とは無関係です。IKEA 製品は IKEA ストアのみでの販売となりますとの記載があった。2017年10月11日より IKEA オンラインストア専用サイトで注文した品が各店舗 IKEA ストアから日本全国 一部離島を除くへ発送されるようになった。Web に掲載の無印品、アソートカラー商品、布地、植物、食品は対象外で商品の在庫がない場合も注文できず、お任せ、配送サービス、前述の機能を拡充させたもの。小物類配送ボックス、手ブラデボックス、前述に入る場合は、小物配送サービス料金が自動的に適用される。 メインエリアの18都府県、2018年6月現在、以外の地域には、個別の発送料金が設定されている。イケアには、イケアファミリーという会員制度があり、半透明オレンジ色の、イケアファミリーカードがその会員カードである。会員カードにポイントが貯まる機能は付いていない。入会費や、年会費などは、無料で、ウェブ上及び店頭で申し込むことで登録でき、 いくつかの会員特典が受けられる。ウェブ上で申し込むときは後に会員カードが後に送付されるが、店頭で申し込むときには応募用紙に仮の会員カードが付いており、登録する当日から利用可能である。特典を受ける際には会員カードの提示が各特典を受けられる場所にて必要である。なお、特別割引商品の購入権利に関して日本国内では、 海外のカードが使用できない日本国内限定である。店舗にはレストランとカフェが併設されている。レストランではスモークサーモンやミートボールなどを中心としたスウェーデン料理を食べることができる。これらの店内のテーブル、椅子、カトラリー、食器等もすべて自社製品で統一されている。また、ホットドッグやソフトクリームなどを売っているビストロや スウェーデン直輸入のものを中心とした食材を販売しているスウェーディッシュフードマーケットがある店舗もある。イケアのカタログは1年に一度発行される。全世界28カ国で発行され、27こと後に翻訳されている。2007年度は56版発行され、合計発行部数は1億9、100万部を数える。日本では店頭における、 配布の他に、ポスティングでの配布も行っており、イケアが証券と考える地域の家庭に直接配布される。また、書店、コンビニ等で優勝で販売される場合があり、優勝版では、店頭やポスティングのものと異なりクーポンが付いている。イケアは、家具の材料に、主に木材を多く使うことから、森林伐採対策や、リサイクルなどに対して、 非常に関心が高く、1980年代から積極的に環境問題に取り組んでいる。合板に対するホルムアルデヒド放出量の厳格化や、熱帯雨林伐採の木材を使わず、植林によって生み出された木材を使う、あるいは各種梱包材や家具そのもののリサイクルなどの活動を続けている。そのような中で、2002年にはイケア鉄道、イケアレールを設立し、 スウェーデン、デンマーク、ドイツで貨物列車の運行を行っている。これはイケアが製品などを各地に配送する際のトラック輸送に伴う環境負荷を軽減するために自前の鉄道車両を用意したもので渋滞による遅延もなく輸送コストとしても安く、また環境負荷も少ないということで1日あたり50台のトラック輸送を撤廃できた。今後、ポーランド、イタリア、 ベルギーなどへも路線網を伸ばしていくことが計画されている。なお、イケア鉄道は既存の線路を使って貨物列車を運行する事業者であり、自前の線路を所有しているわけではない。ヨーロッパの鉄道で普及している上下分離方式の上部にあたる。国の内外を問わず開業時に混雑が生じる。2005年2月のイギリスのエドモントン店オープン時には、 特売品を多く告知した結果、深夜オープンにもかかわらず、来場者は7000人に及び、商品を奪い合う乱闘騒ぎとなった。中国上海店オープン時には、1日で8万人が、来場した。船橋店オープンでは、月曜日のオープン、特売品は儲けないとしたが、来場者は3万5000人を超える。週末、休日には入店までに数時間。 閉店から3時間後でも全ての車が出庫できない、などの状態となった。その後、本来3時間以上の利用の場合は有料であった、駐車場が無料開放されたり、土日祝日の営業時間延長など、混雑緩和策を行った。港北店オープン時も、近接した第三京浜港北 IC には、渋滞が発生した。 新横浜駅池谷港北間のシャトルバスが運行されているほか、2008年、平成20年3月20日から2015年3月31日まで、東急東横線、目黒線の田園調布駅からシャトルバスを運行、東急バスによる運行していた。また、鶴浜店でも、JR 南場駅、おキャット池谷鶴浜間,間の無料シャトルバス、両備えバス委託、以前は、 北港観光バスに委託されていた及び、池ア梅田、大正エクスプレス、大阪市ティバス委託を運行する。神戸店では、三宮駅からのシャトルバス、港観光バスが、運行が運行されていた。現在は、新規バスが、同所に、バス停が設置されたため廃止となった。長久手店は、水曜日、オープンとなったにもかかわらず、 開店時点で1000人を超える来場者が列を作り、店内、周辺道路ともに、店側の予想を上回る混雑となったため、店側はご来店いただきましたお客様にとって快適なお買い物体験をご提供するためとして、21時までの営業時間を短縮して19時に閉店した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。